の中だ。奴ら女たちを誘拐して子孫を増やす道具扱いの。行くぞ。誘拐された女たちが足場さを優先しろ。しかし躊躇していると燃料に捕まる。非常にならなきゃこっちの方が危ないんだ。行くぞ。1980年代、突如人類とは異なる遺伝子を持つアジン種が発見された。背中の鱗に包まれた器官以外全く人間と変わらぬ外観を持っていた。しかも強力な念の流れ、念流を武器とし人間の脳や肉体を破壊する能力がある。彼らは人間と生殖し自分たちの子孫を増やし人類を滅亡させようとしていた。彼らの名は ASH、 アッシュと呼ばれる。我が国ではアッシュ抹殺のため環境保全協会 JASEP を組織した。その抹殺部員たちはサイコシストと呼ばれた。1990年代に入ると人間たちの反撃にアッシュたちは地下へ姿を消した。全ては闇に葬られ、一般国民には何も知らされていなかった。Impossible. We'd have liquidated all Russia in Japan. Sure, I got you.
I promise you to undertake a major action. アッシュが4体東京に潜入した。なぜ東京に？可能性は2つある。遺伝子学会ですか？学会の優秀な頭脳と技術を使えば奴らの子孫が地球にあふれるのに時間はかからない。学会員の誘拐で、もう一つの可能性とは？もう一つ、それは最近耳にした噂なんだが。まさか。本当にそっくりだな。人間とウリ二つだ。お前は殺し屋さ。あんたらに言わせればな。じゃあせっか、私を捕虜にするつもりか。いや、俺は接触したアッシュは
全て抹殺する主義でね。待て、話を聞け。脳みそに電流を送り込むつもりなら無駄だ。お前たちだ、お前たちの殺されるわ。やめろ。ここまでやることはなかったんだ。敵に沿わせるだけで自分電流の力を奪い出すでしょうが。お前さんいつからチーフになった。殺すのが俺の仕事だ。アヤがやられたわ。やはり無理なんではないか。待って、接触が進んでいるわ。お前のやり方を見ていると歯がゆい。奴らの一人を誘拐してクローン技術を開発する、その方が目的達成には早いのではないか。それは最後の方法よ。きっとやれるわ。もうこれ以上犠牲は出せないぞ。あ
君はよくここへ来てるみたいだな。特にそいつの前にな。奴らに憎しみがなえると俺はここへ来る。両親とも奴らに殺されたんだったな。昨夜のアッシュ、やっと命を取り留めたよ。大事な資料なんだ。ほどほどにしてくれないとな。俺がここへ入ったのは奴らを皆殺しにするためだ。養成所で血を吐くような燃流の訓練を受けたのもそのためだ。これからも奴らを目の前にして冷静な顔なんてできやしないね。それが不満なら俺をクビにすればいい。俺はここを辞めてもやってやる。4体のアッシュのうち1体を捕獲しました。残るのは3体のアッシュか。奴らの狙いは遺伝子学会、それともサイコシスト。しかしたとえ相手に接触の意思があったとしても、うちの隊員がまさか。ここ1週間の井上の行動調査だ。身辺に変化が。井上が。優秀なやつほど危ない。岡本を呼びますか。地層のブレっての知ってるか。140億年前ビッグバンの時、わずかに空間の膨張が時間の膨張を追い越してしまった。およそ1億分の23秒ほどな。それが時間の弾力となって残っているわけだ。その地層のブレの隙間に燃流を使って潜り込めば宙を飛ぶことができる。勘弁してくれ。俺の頭の出来はお前と違って単純にできてる。できるさ、お前なら。折り入った話って何だ。単独でアッシュと接触しようと思う。近藤会長にも秘密でか。ああ、それが向こうの条件だ。何のために。だが向こうは何か情報を握ってるようだ。罠だ。罠に決まってる。少なくともこれだけははっきりしている。アッシュは我々の敵だ。敵以外の何者でもない。不思議だと思わないか。アッシュは突然80年代になって現れた。それまで奴らどこにいた。どこに隠れていた。情報操作がなされている。気に入らないのはそれだけではない。奴らの能力は何だ。無論燃流だ。俺たちの能力と驚くほど似返ってると思わないか。何が言いたいんだ井上。俺は確信している。奴らを作ったのは神ではない、人間だ。まさか。そのまさかを確かめるために俺は奴らだ。
そういえば早苗がお前と会いたがってたよ。訓練所時代はよく遊びに行ったな。あいつも女子大生だよ。そんなになるか。あ、色っぽくなったぜ、あのおてんばが。あっ何かあったら早苗を頼む。奴らは会長の犬だ。お前しか当てねえんだな。なぜ奴ら約束の場所に姿を現さない。何かが起こったのか。この中に身を隠しているのか。人の中にいるのが姿を隠す最も安全な作戦だ。もしアッシュが今攻撃してきたとしたら絶対に不利だ。土方に言った通り、これは罠か。さんほどの燃料の使い手が大場どう見る。奴らの攻撃方法も手が込んできましたね。トランスに気を捉えている隙に燃焼を脳に送り込む。燃料で脳がかき回されたんだ。もっとも俺の場合、脳はガードしたものの体は見ての通り。しっかり見ておけ。これが奴らのやり方だ。何かあったら早苗を頼む。やつらを作ったのは神ではない、人間だ。やってやる。Yeah.
井上の足元にも及ばねえや。まったく、お前まで機械の体になられちゃ困るぞ。どこまで知ってるんだ。機械の体にも慣れてきた。しかし時には薬品を使って人間時代のことを思い出すんだ。そうしなければ俺が何者なのか自分でも分からなくなってしまう時がある。台場さん、悪かった、気にするな。サイコシストと手を組んで何を企んでるんだ。待て、アッシュめ。井上のことを早苗さんには。あの遺体と対面させるわけにはいかないだろう。ええ、お前から話してやってくれ。この体じゃ手を出すどころか会うのもな。お前なら早苗さんも心強い。治療室に逃げ込みました。中には職員が1名。何？なぜ我々が危険を冒してまで東京に潜入したか、お前に話したい。
目的は？遺伝子国際会議に集まる研究者たちではない、お前たちだ。お前たちサイコシストと手を結ぶために、礼ぐらい言ったらどうですか。訓練所のみんなは身寄りのない奴らばかりだった。それだけに結束は家族よりも固い。これからのことは何も心配しなくていいぞ。大学だけはちゃんと出ろよ。井上は君が訓練所へ入ることだけは反対した。君だけはちゃんと大学を出て普通の女の子として暮らしてほしいと。本当のことを言ってください。兄さんは、いや、あなたたちは何をやってるんです？能力開発訓練所で本当は何を訓練してたんですか？今は言えない。きっと言える日が来る。兄さんは事故で亡くなったと聞きました。でも兄の亡骸にさえ会わせてもらえない。兄さんは表立たできないような仕事をしてたんですか？兄さんは今まで私に嘘をついてきてたんですか？違う。土方さんも台場さんもあなたたちみんな嘘つき。いいか、兄さんだけは信じてやれ。君は今興奮してる。落ち着いてからもう一度ゆっくり話し合おう。土方さん、井上さんを殺したのは私たちじゃない。私は姫か。あなたたちから亜種と呼ばれている存在よ。貴様、待って。話がしたいだけ。あなたたちと話が。ふざけるな。私たちはただ生きていくことも許されない。ああ、この美しい町のどこかにアッシュたちは潜んでいる。その事実を誰にも教えることはできない。たとえそれがサイコシストの妹だとしても。誰だ？土方さん、
私です。さなえちゃん。昼間はごめんなさい、取り乱しちゃって。いいんだ、当然だ。こんな状況では。土方さんにこれを渡さなければと。これは兄の日記です。兄の身に何か起こったら土方さんにと。井上が。何かお役に立つでしょうか。ああ、もちろんだ。どうもありがとう。よかった、少しでも土方さんの役に立てて。夜も遅い。送ってくよ。私嫌です。一人で真っ暗なマンションに戻るのは嫌です。あの部屋にはあまりにたくさんの思い出がありすぎます。私今夜一晩だけでいい。私をこの部屋に泊めてください。さなえちゃん、取り乱していません。分かった。止まってけ。夢を見ていたみたい。うなされてました。いつも同じ悪夢を見る。悪夢？子供の頃の夢だ。母を失った時の生々しい夢だった。その夢を見ると俺の体は熱くなる。体中に憎しみが満ちて俺はその虜になる。兄もそうでした。詳しいことは話してくれなかったけど、両親の死と関係がある悪魔だった。やっぱり夢を見た後、兄とは思えないほど凶暴な表情に。同じ夢？
井上の残した日記の中には彼の見た夢が詳細に書かれてあった。驚くべきことに、井上の見ていた悪夢と俺の夢は瓜二つ、同じ夢だった。もっともアッシュに両親を殺されたという同じ過去を持つ二人にしてみれば、その見る悪夢が同じでも不思議ではないのかもしれない。そしてもう一つ、日記帳に書かれているものがあった。あの女の名だ。私はヒミカ、あなたたちからアッシュと呼ばれている存在よ。お待たせしました。ヒミカ、あ、人の名だ。炎の火に見る香ると書く。珍しい名前ですね。この名に聞き覚えは？いや、何か。いや、何でもないんだ。土方さん、どちらへ？あ、悪い、ちょっと調べたいことがある。いいんです、私待ってます。遅くなる、泊まってっていいぞ。おそらくあの女が井上に接触しようとしたアッシュだ。いらっしゃいませ。ご指名は？この店にヒミカって女がいるはずだ。ええ、だけど今日は休んでおりますよ。連絡は取れるか？取れなくてこっちも困ってるんですよ。なんせあの子はこの店のナンバーワンだね。奴らここから町の明かりを見てたのか。何を狙って この町には随分と命知らずが多いらしい。何か勘違いしてるんじゃねえのか。さっさと行け。俺には同じ人類を傷つける趣味は。
ら燃流で操られているな。こいつらを操っている奴はどこだ。逃げられたか。お兄さんの友達だったひみかと申します。私は幸運な女たちだ。俺たちの子孫を残すという貴重な役割を果たすことができるのだからな。私が近づいても気づかないようじゃ、あいつらに頭をぶっ飛ばされる日も相当はないわね。お前のやり方が退屈でな、サイコシストとのコンタクトなど諦めな。もう一つの方法はライに任せてあるわ。あんな若造一人で大丈夫かな。信じられるのはライだけよ。なるほどな。おお、その女は人間には珍しく清楚な美しさを持ってるな。井上の妹よ。
サイコシストとの仲を取り持ってくれるわ。心配することないわ。あなたに危害を加えるつもりもないし。あなたは？さあ、何から話せばいいかしら。私たちはあなたのお兄さんたちと戦っていたの。あなたのお兄さんたちは私たちを皆殺しにしようとしたわ。だから私たちは抵抗したの。だってそうでしょ。誰だって死にたくはないし。そんな、兄さんがそんなことするわけないわ。急にそんなこと言われても分かるはずないわよね。まずは私たちのことを説明しなくてはね。私たちは人間ではない。違った遺伝子を持つ生き物よ。違う生き物？人間は私たちをアッシュと呼んでいるわ。この機関は亜種ならみんな持っているの。あなたのお兄さんも、そしてあなたにもね。俺たちはアッシュとの戦いの戦士になるため訓練を受けていた。そんな中、サナエはたった一つの安らぎだった。彼女だけは幸せをつかんでほしい。それがみんなの願いだった。お前はあの時、お前が早苗を。彼女は無事よ。早苗さんには手を出さない。本当だろうな。ええ、こうでもしなければゆっくりお会いすることもできそうになかったから。私たちはただ話がしたいだけ。年流での探り合いには疲れたわ。分かった。場所はどこだ。どこへでも行ってやる。条件があるわ。あなた一人で来てほしいの。土方がアッシュと接触する。残り3体のアッシュがいるはずだ。捕らえますか？その必要はない。土
土方と接触する前に抹殺せよ。土方がもし抵抗したら。お前に任せる。早苗、来ないで。そこで話を聞いて。私は卑弥呼。今この子の声を借りてあなたと話すわ。決してこの子に危害を加えたりはしない。分かった。何が言いたい。危険を冒してまで何を伝えたい。真実よ。私たちは自然の進化によって生まれたアジン種ではない。宇宙計画のために遺伝子操作で作り上げられた実験体だわ。まさか。私たちは合衆国の宇宙開発計画の一端として作り上げられたのよ。人間の手によって。そしてそれは私たちだけではないわ。何？あなたたちもそうよ。私たちと旧人類の間に生まれた、いや私たちと戦わせるために作られた人間なのよ。でたらめを言うな。俺の母親はお前たちに殺された。それは何歳の記憶。その前後の記憶は。それはそれはあなたたちは皆同じ記憶を持ってるわ。私たちに対する憎しみの記憶を。でも記憶ほど不確かなものはない。記憶なんて後からいくらでも植え付けることができるわ。嘘だ。嘘をつくな。嘘だ。信じるか、お前たちの言葉など。土方さん、土方さん、危ない。早苗、誰かが狙ってる。俺たちに任せろ。赤間、ここは俺がやる。あとのことはお前とラインに任す。しかし俺たちの子孫が地球に溢れたら、たまには俺のことを語ってくれよ。奴らだ。行け。
けねえ。所詮お前たちは俺たちの敵ではないのだ。私たちがやってきたこと、すべて無駄になったわね。うまくいくさ。来？今夜、ここの49階で学会の先生方が集まる。遺伝子学会の？ああ。我々の未来に必要な人物は見繕っておいた。来？任せておけ。あれがお前たちのやり方か。違う、私たちではないわ。そう言っても今のあなたには通じないでしょうね。お前が言ったことがたとえ事実だとしても、俺は絶対にお前たちを許さない。俺のこの手で葬り去ってやる。殺したければ殺すがいいわ。でも私たちを殺すということは自分たちを殺すことになるのよ。君か。49階、都内で49階にスカイラウンジがあるビルというと、台場さん、ベランダから失礼した。プラザビルで遺伝子学会が開かれている。今夜スカイラウンジでパーティーが。行動会長からの情報だ。やつらの狙いはそれか。今ジャセットの戦力は俺たち二人だけだ。やつらの目的は最初から俺たちではなく学会の優秀な頭脳だったのかもしれない。行くのか。俺たち二人だけでは危険だぞ。今度の敵だけは俺だけの手で倒したい。俺はスタンドから見ててやるよ。
らっしゃいませ。オンザロックだ。はい、かしこまりました。オンザロック。すでに奴らとの戦いは始まっている。奴らは俺の顔を知っているが、俺は奴らの顔を知らない。お待たせしました。まずやらねばならないのは、この中から奴らを選び出すことだ。客は俺を含めて25人、ウェーターが2人、バーテンが1人、バニーガールが3人、31人がこの店内にいる。確かにこの中にいるアッシュ独特の念子が満ちている。なぜ攻撃してこない？奴らには標的が見えているはずなのに。来ないならこっちから仕掛けるまでだ。大丈夫でございますか？私のグラスが今見たでしょ。どうぞごゆっくり、ご安心ください。もう一杯同じやつ。はい、かしこまりました。さあ、やつらどう出る？お待たせしました。お、なんか。何これ？待ってるわよ。なんだこれは？乗じて燃流を飛ばしてくるか。もしもし、すいません、もしもし、どうだ、外に繋がりません。大丈夫ですか？大丈夫ですか？
あんただったんだな。奴ら、自走の群れに入れるのか。何だと。どうしたの。していると危ないぞ。大丈夫、私一人でもこの男を殺すことぐらいできるわ。駆けつけたふりをしたお前たちの仲間がお前を殺そうとした。岡本が？あの娘は攻撃からお前を守ろうとしたんだ。突然のことで私もどうすることもできなかった。ライン！私はもうすぐ死ぬ。この時を待っていた。何？恨みに燃えたあなたでも死ぬ前の人間の言うことなら信じてくれるかもしれないわね。まだ言うか。あの公園で伝えたことは事実よ。黙れ。信じられないというのなら調べてみるので、自分の手で。教会のコンピューターにはアジン種抹殺指令が登録されているわ。その第5段階はあなた方が私たちを皆殺しにした時は、今度はあなた方が人間たちに命を狙われることになると記されている。まさか。一緒に戦えればきっといい仲間になれていたでしょうね。
信じますか、アッシュの言葉を。調べてみるしかないな。台場さん、台場さんが人間時代の肉体を思い出すとき使う薬があると言ってましたね。ああ。その薬で記憶にかけられたカセを外すことはできませんか。記憶にかけられたカセ。We completed the fifth phase by now. They are performing an extermination among themselves. I'm sure that Ash and their posterity will dwindle into zero tonight. I'll contact you again. 会長、土方と台場が帰ってきます。一人では危険ですよ。大丈夫だ。今の俺は人間よりむしろコンピューターに近い存在だ。簡単に忍び込んでロックを外すことができる。しかし任せておけ。お前が記憶の風とかを外して正気に戻る頃には全てが明らかになっているよ。俺たちの見るあの悪夢は作られたものなのか。台場さん、台場さん、土方、台場さん、どうすればいい。台場さん、脊髄をやられた。俺はもうダメだ。
第一段階、人類とアッシュとの生殖行為による子孫の作成。第二段階、アッシュの念流能力を持つ子孫たちの記憶操作。第三段階、養成所による訓練。第四段階、アッシュ抹殺作戦の戦闘により全てのアッシュを完全に抹殺。第5段階、第4段階終了時点で登録されている全てのサイコシストたちを抹殺すべし。全てのサイコシストたちは意識操作をされているとはいえ、アッシュの遺伝子を持つ子孫である。十分に危険分子となりうる要素を。全てを知ってたのか。ずっと以前にね。なぜだ、なぜ黙ってた。おら、行きなさい。なんだよ。え、俺たちとアッシュがドイツ虫だとしてどうしたよ。ついたって生き延びることはできねえんだよ。俺は人間にこびへつらってでも生き延びてやる。お前がサラエボかましたのか。そうですよ。それからね、兄貴の井上殺したの俺ですよ。俺が奴ら人間にとって安全な飼い犬だってことを証明するためだったら何だってやるんですよ。貴様、全てを知りながら。どうしたんですか。燃料終わってますよ。ねえ。薬使ったのか。許さん、楽には死なせん。
大野さん。大和さん、その年齢だけ生き方を、君が全てを知らずにいたのならアメリカ本部で活躍できる力を持つ人材だったのだな。する範囲では登録された最後のアッシュなんだよ。まだ戦うつもりかもしれないがね。だよ。これだけの数のガードマンの脳を一気に潰すことはできないだろう。それにこの車はシールドされているからね。本当に君は優秀なサイコシストだったよ。終わったと思うなよ。戦いはこれからだ。殺す。人間を皆殺しにしてやる。